はい、こんにちは、くんです。ということで、ブロックジャッジメント、第5回、やっていこうと思います。第5回なのか?わからないが、第何回かでしょう。やっていきましょう。生き量か、取り付く人を選んでください。どうしよう、ちょっと待って。いやー、俺はトロールに取り付くぞ。多分こいつはブロックしてるから。てか、なんか、なんでエマにはトロールが多いんだろうね。なんかもう、学術的にそう決まっているかのようだ。まあ、とりあえずエマに取り付いたから。あたし、もうなんかすごいなぁ、エマって。やっぱすごいわ。いやぁ、すごい。ほぼほぼ、もうブロックジャッジメント終わりかなぁ。初手黒を見つけたみたいな感じだよね。これはしんどいっすね。生き残るのは結構難しい部屋な気がする。最後の最後まで。まぁ、釣られないようにするのはできるけども。やっぱエマすごいな。毎回だわ、ほんとに。エマになんかほにょほにょマークついてるの可愛いね。妖怪マークみたいな。強欲、強欲いないのか。なるほどね。まあ、ただグレー神に行くよな。呪われってことは。市民語りできません。すごいな。なんで出たんだこれ。狂信者。占いで出たらなんだ?ビルさん白です。おい、エマちゃん出たぞ。あ!エマ!ニックもいるのか。ショーン白。小5のエマちゃん、これなんか面白いことになりそうだな。把握。レイの占い内訳。まあ、普通に、黒猫じゃないかな。レイの鬼黒猫と見るんじゃない?レイの鬼黒猫と、見る?お、霊の確定か。霊のノーディー把握。お?なんだそりゃ。なんじゃそりゃ。っていうか、あれした方がいいな。殉教。殉教に使用してもらえませんか?今日って村目線殉教するの割と得じゃないですか?ロディービルブロラして、黒猫釣り、狙うか、殉教に使用してもらうのが、一番かと。まあ、ビル釣りでいいと思うね。黒猫なら俺シーンはもう確定するし、殉教なら初日安定ですし。ビル狼はないです。おい、ちょっと待って、おい、小5じゃないんか?お小5の文章じゃないぞ、こいつ。エマちゃん。お前、小5の文章じゃないで。うん。ま、基本、殉教出ないの、やばいな。レイノロラ、するか。殉教出たら、絶対釣ってあげるんだけどな。村目線、猫股すかしとかしたくないだろうし、レイノロラも、あんま意味なさそう。狼、出てないだろうし。だからロディ狼とかありえないんだよな。殉教出ないか。ほっとくか。
まあ普通に霊能からじゃん。延長希望。メイロラ、ミノロラで良さそうだけど、順番どうするの？延長希望。殉教グレ潜伏臭いし、霊能ローラビルからで、黒猫だろうし、道連れあれば俺神確定するし、あとロリー黒は絶対ないって村の人分かってる。ロリー黒は絶対ないんだよね。ロディ黒なら占い師用に二人名乗り出てこない。ニックとエマどちらかが潜伏しちゃうと思うわ。トーマスさん独裁なのか。1分前。エマはビルシロで、独裁カモン違うんか。ニックはショーンシロ。おいちょっと待って、おい正午、正午どうした。今のところ占いタイプは強心に見てます。超優秀な正午だな。どうするか。ああ市民語りなしなんだよ。確かにローラの、ローラは確かに結構きついよな。まあ、レイロノラでよくね。レイロノラでよくね、もう。どっちからでもまあええよ、もう別に。ロディからでも、ビルからでも、いいわ。どっちも、黒いなそう。J やべえな、ログ。出なそう。6歳出ないような部屋だし、勝つ気なさそう。1分前。もう、霊能ローラで。いいわ、好きな方入れようぜ。30秒前。もう出ないし、例で人気投票でいいかも。J 確かにやばいな。まあ確かにローラやばいな。10秒前。いやロディ黒追えないでしょ。エヴァちゃんエヴァちゃん強心者から。ビル入れちゃうか。ビルの出てきたタイミングが臭すぎる。ロディ黒猫もある。マイク独裁？は？どういうこと？マイク？充電切れそう。あ、やば！マイクやべえ！
マイク独裁者か、こいつ。やばいな、独裁者6年生いねえな。おっそ、おはようじゃねえよ、おめえか、ブロック。さて、ロディロディ。あー、黒猫じゃないか。なんだそれ、猫股って。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。なかなか占い釣らないよね、多分。俺ってどうなっちゃうんだろう。これ、狂信だとしてもさ、占いだとしてもさ、なかなか出づらい。狂信者になったら信じてくんない、多分。本当に猫まだだったりして。あ、違うか、さすがに。マイク先生、かわいそうに。まあ、呪われではなかったと。結構人狼、ちゃんと、なんか、考えなしじゃないな。まあ、人狼が3か3、4、ん ?1、2、3、4、5。これ、まずいな、これ。明日 RPP なのか、もう。レイノローラ、完遂しないときついな。ロディ、黒。黒?まあ、ビル釣りで、いいのかな。ジェイしろ、フランクしろ。まあ、黒猫でしょう、ビルさん。っていうか、人外がまあ1は連れてるから、人外1、2、3、4。今人外4か、最、普通に。あマイク狙ったのって独裁者だと思ったからじゃねえの。俺もそう思う、ショーン。ニック・ロディがビル押ししてたからここのラインを見てる。いやー、てか、狼が例の出るか?狼がこの部屋で、あの動き、する?メアリー。あー、ロディ、狼ね、占い仕様をしてたのに、狂信者が占い仕様してきたってことよくわかんなくね。マイク勝手に死にそうだったけどね。ジェイの占い理由は中身のあるログビルの人外だと思うということしか述べてない。あれで黒を探してね。ちなみにローラとジェイで迷いました。ジェイ占い位置より釣り位置だと思ってる。メアリー真の可能性残せないってマジで言ってんの?ようわからんな。ビル新置きなんだ。まあビルでしょ、普通に。普通に今日はビルでしょ。外したら明日 RPP 食らうよ。完成しないとビール黒いごとき釣られなくなる。
オッケー。まあ独裁マイクだったら猫またスタンプしたりしそうだが、今日はビルでいいです。私の白ですけど、道連れなかった場合殉教と見ていいのかな。なのでビルで問題ないです。道連れあるならあるで黒猫で、ないなら殉教で。今日はビルやろ。やばいな、バニラも結構ブロック目高いな。さあ、エマちゃんなんて言ったんだっけ。エマちゃんすごくね、小5、スーパー小5だな。ジェイシロで、ニックは、ニックはフランクシロ。じゃフランク裏なったの、マジで。いや、裏理由言ってねえし。おい、ちょっと待って、ビルなんか新っぽいな、その落ち方。黒猫じゃないのか。え、ロディ黒、マジ？これ、占いに黒猫いるな、これ多分、そしたら。そうじゃない、多分。ロディ黒の世界線だったら、占いに黒猫いるんじゃね？あー、ビルの最後の落ち方すっげー、これ村目だな。村目ってかな、こんな落ち方する意味ないんだよな。ジェイ噛むんだ。あー、なるほどね。ローラ噛んだのかな。あれ、さあ、ブロック結果は？あ！いやー、確かにこれは営農で黒出るってのは、これは確かに、あ、これあれだわ、このビル多分狩人を語って、市民がなんかめっちゃ語りまくった部屋があったじゃん、確か。市民が狂人使用したりした部屋。いや、多分あの部屋にいた。俺が霊能やった部屋なんだよな。あ、この部屋のフランクだ。あの、占い使用初日にした狩人。で、それで、なぜか霊能のせいになったって、あの部屋の狩人でした。やべえ。